ではちょっと Google 翻訳を使いながら <laughs> 英語の勉強をします。えっとこれじゃこれです。はい。ではそうですね。昨日読んだ本。じゃあこれ読んでいきましょうね。昨日読んだ本。The book I read yesterday. The book I read yesterday. じゃあ次ね。 そのことは明日、あなたに話します。と言いましょう。そのことは明日、あなたに話します。I'll tell you about it tomorrow. ごめんなさい。それは私が昨日買った本です。 ごめんなさい、それは私が昨日買った本です。Sorry, that's the book I bought yesterday.Sorry, that's the book I bought y e s t e r d a y あなたが話してくれた恐ろしい話。あなたが話してくれた恐ろしい話。えー、っとね。 これちょっと違うかな。とね。A scary story you told me. 逆ですね、これね。場所逆です。じゃあ、ここからス,スケーリーから行きましょうか。A scary story you told me. これ本当、こっちに来るからね。私が割ったお皿。今度、OK だね。 じゃゆっく1,2,3。私が割ったお皿。The plate I broke. そんなこと言ってもしょうがないじゃないですか。じゃあいきます。はい。そんなこと言ってもしょうがないじゃないですか。There is no use saying that. Right? それは繰り返し私があなたに言ったことでしょう。それは繰り返し私があなたに言ったことでしょう。?That's what I told you over and over again.That's what I told you over and over again.That's what I told you over and over again. 私の父が3日前に私に見せてくれた写真読みましょう、はい。私の父が3日前に私に見せてくれた写真。The photo my father showed me three days ago。あの建物のそばを走っている小さな猫。 あの建物のそばを走っている小さな猫。これもちゃんと読んでね。はい。せーの。A little cat running by that building. 誰もが合格できる簡単なテスト。誰もが合格できる簡単なテスト。A simple test. that everyone can pass.